秋ないんだぜこれ。秋ぐらいだったら全然着るから。 T シャツめちゃくちゃ着るよな。普通にこれの下になんかプリント T でスウェーパンだけど、これしちゃったら楽しいよ。楽しいと思う。なんか自分の服をさ、人がこうですちょっと楽しみだね。彼女1セフレ2のってした僕の名前はマジャーマジキー。2人合わせてマジマース。今日はお前たち2人にお互いの服を使ってコーディネートを組んでもらう。コーディネート？お互いのクローゼットから10着ずつ服を持ち寄りコーディネートを組んでもらう。1つのコーディネートに2人分のアイテムが入っていないとダメだ。じゃんけんで勝った方を先行としよう。最悪じゃんけんパン。一発目はですね、これがね、俺ちょっと気になっている。それめっちゃかっこよくない？動画でも出ていましたお店、チャビーさんで、プライベートでコキさんが行った時に、買っていた。そうっすね。形はね、まあなんかユーロみたいな形してるんですけど、生地とかタグの付き方とかはまあなんか US っぽい感じの非常に面白い一枚。これをちょっと軸に組んでいこう。うわー、なんか自分の服をさ、人がこうですってちょっと楽しみだね。ああ確かに、その新鮮だよね、やっぱり。僕結構ね、コーディネート組む時にまず単体で着るっていうことを心がけてます。でその丈のバランスとかを見て、なんかそれでなんか自分の持ってる服だったらさ、丈感なんとなくレイヤーしたけどさ、あこんぐらいだったら出るかとか分かるから、このシャツのレイヤードが完成します。マジでそれっぽくするんだったら、さっき前の動画でもできましたキングサイズのこのスウェットでネイビーのトーンにしちゃう。若干色が違うんだけど、ここで。ああ、なるほどね。濃いネイビー、ちょっと薄ネイビー、ブルーでネイビートーンにするのもありだし、あえて儚そうなの一回試してみたい。ああ、気になる気になる。ああ、まあおしゃれだ。こっちのあれだね、なんていうの、イケメンがやつ。イケメン。イケメンというか、でもこの感じの金髪も普通にかっこいいよ。そうか。素材感がまたバツッと変わるから、下北沢にいる古着好きイケメンが着てそうな感じですね。これになんかさ、ニューバランスとかやってそうじゃない？履いてる。彼女1セフレ2のってファッションでふざけるかローファー。ああ、締めに行くかね。締めに行くかセッタとか。ああ、セッタはいいかもしれない。セッタとかで、これにセッタとかなんかかっこよそう。かっこよそう。これにセッタ履いて、僕は秘密道具なんで。カツオの秘密道具の数ね、異常に多いからズルなんだよね。あ、いいじゃない。あ、おしゃれ。え、これポパイ乗ってました。ああ、そういう感じ。ああ、可愛いと思う。可愛い可愛い。うん、完成です。イエイ。2個目。こちら。お、人気沸騰中、ジャケットをちょっと着たいなと思うんですが、多分合うの。問題はパンツで今残ってるものがこれでしょ。そうだね。多分もうこれぐらいしかいけないと思う。でこれでいけなかったらもう無理ジャケットはもう着ません。それこそ服、カツオとか、まあ、僕とかかなりの数持ってるから、合うやつあるまで着比べるって普段はできるけど、そうだね、服買い始めましたって人ってさ、うわー、あれ自分も持ってたらなーみたいなのあるじゃん。確かにそれはあるよね。ちょっとそういう人たちの気持ちになってこれしかもう僕は持ってないと。持ってない。くせえもっと着やすいもんかい。買い物下手なやつだ今、あれだからね、クローゼットだこれ。いやだからね、これをねやるとしたらね、下にスラックスなんだよ。いやでもこのジャケットが優秀すぎるんだよ。いや優秀なんだよこのジャケット、マジかっこいい。やっぱね、カーゴじゃないね。上はめっちゃ好きなの。いや上いいよ。カーゴじゃないな、こいつですね、言えるとしたら。ああそうね、使っちゃいましたね。うわこれがいい。まあ今回こうアイテムが限られてるのでかなり中途半端にありますが、本来は多分こっちのスラックスのがあるし、なんなら多分もっとね合うものいっぱいあると思うんですけど、これになります。僕はですね、今年どこまでショーツ履けるかっていうのをちょっと個人的に挑戦したいんですよ。何月まで僕はショート履けるのか。ショートパンツの限界ね。限界をちょっと僕はね知りたい。いや今回もちもちくんなんだよ。それギリギリスになっちゃうんだよ。ギリギリス羽飛びになっちゃうんだよ。マジで12月まではいけんじゃねえかと思ってる。1月問題は。いやだいぶだよ。うん、えそれでも東京のとでしょ。東京です。長野とは違います。長野そんなことは知ります。マジ冬寒いからな。まあそれも北海道の人とか長野ね、思ってると思うけど。ということで最後はショーツを使います。ロサファのショーツもそうなんだけど、この地圧のやつはね意外と上にバッてきてもバランス取れるんで。花のニット。花のニット。これ可愛いよ。これいいよね。可愛い。正直もうねこれでほぼ完成に近いですね。これでなんかねトレッキングブーツとか履きたい。マウンテンブーツみたいなやつ。あこっちの方がええわ。スリーコーデミエ11月中旬夜はちょっとブルってなります夜はブルってなります。これこんな感じで合わせて宮下はいということではいやってきましたけれども、これむずいねこれ。これはねなかなかむずいです。20個のアイテムから組むってむずいんだなって改めて。20個で3個でですかね。そう3個20個で3個で。しかも俺だったら6やったからねこれ。そうだから2人とも違うコーディネートを組むっていうのね。なかなか難しかったんですけど、ぜひ皆さんお友達と話しちゃったら楽しいよね。楽しいと思う。自分ではこうその服をこうやって着なかったとか、逆にその友達の持ってるその服俺のこの服に合うやん欲しいとかなる。そうそうそう、面白いと思うんで次買い物に行って買うものがなんか明確化されてきそうですね。この秋冬ぜひね2時間ぐらいあればできますのでやってみてください。ということでよかったら高評価チャンネル登録ですよね。チョッパスということでございました。ありがとうございました。皆さんね、ヒートテックです。上下よ。マジだ。9月よ。9月。それだからこのさ、このショーツさえあれば、もっといろんなことできた。組めたんだよ。くそー。入れない。なんで入れなかったんだよ。パンツが2がね、きつい。そう、パンツ2はきついね。ちょっとなんか幅が出ないもん。やっぱ出なかったやつだけ結構あるんでね。確かにこの辺も出てないもんね。これとかも出なかったですね。僕も。ああそうね。でも俺のやつはそれぐらいか。俺のやつこれとこれも使ってない。使ってないね。ギャップのねパーカー。あ、僕のエディバーは使ってないです。ああ、エディバーは使ってないですね。エディバーは。ジャックバーはね。ジャックバーです。可愛い。いや、それも可愛い。はい。確かにな。俺の一番秋によくやるさ、プリントティーにジャケット。ね、T もなかったんよ。T ないんだぜ今回。T これです。無地 T 一枚。素晴らしいね。ロスアパの一枚ですけど。クソ着てるやつです。はい、クソ着てるやつ。無地 T さ、だって小木さんの最初のさカーコート最初的にこのギャップのレザー着たけどあれにじゃなくてさ、普通にこれの下になんかプリント T でそのスウェーパンでもよかったんですよ。プリントティーって大事だわ。結局まあなんだかんだ秋ぐらいだったら全然着るからね。 T シャツめちゃくちゃ着るよ。こんだけあんのにな。こんだけありますか。こんだけあんのに使えないっていうもどかしさ、はい、いやまだまだねプリントティー使えると思うのでプリントティー買っていきましょう。はい、ぜひ買っていったらいいんじゃないかな。